ルスなんて何でも敵なんだね。見つけた。姉ちゃんは？容赦ねえな。もういいです。どうしようもないんです。ついていけないし、帰れっこないし、もうやだよ。一緒に頑張ろう。うちに帰ろうよ。帰ったって母さんは？お父さんは？お願いしないの？願いを叶える伝説の花火？ありがちな迷信なのに、母さん乙女だよね。乙女で悪いか？何願ったの？来年は父さんも来れますようにって。やだよ、父さんなんかいない方がいい。あの夜、ボーダム遺跡でファルシが見つかったんです。次の日、政府が町を封鎖したからパルムポルムに帰れなくなって。それから無理やりパージ列車に乗せられたんです。母さん必死でした。なんとか家に帰ろうとして、だから戦って乗せられたんですよ、スノーに。あいつのせいなんです。お父さん心配してるよ。どうでもいいですよ、父さんだって僕のことなんか。心配しねえ親がいるか。サツ、なんでもねえ。あ、ほら行こう。こいつはと。まだ間に合う。うちに返してやるからな。親父さんも必ず喜ぶ。